皆さんこんにちは、釣りウェーブのタムです。先日石鯛釣りに行ったんですけど、まあ、その時にね、まあ、ちょうど手頃の竿がなかったんで、まあ、いいかなと思って伊勢エビ釣りの、竿をね、代用で使ったんですけど、ものすげー引きだったんですね、バキッと、はい、で、この間動画でもね紹介していた極光テトラ110っていう伊勢エビ竿があるんですけど、まあ、それを1本ね新調しようと思いまして、開封動画というか、はい、紹介したいと思います。で、この間はね極光テトラの 110M をね紹介していたと思うんですよ。 Amazon だとね 110H の方がちょっと人気があるみたいなんですよね。なんで今回は、まあ、ちょっと使い心地というかね、両方試してみれたらいいかなと思いまして、 110H の方ね頼んでみました。こちらですね、 Amazon で届きました。よいしょ。こんな感じですね、極光テトラ。メーカー希望小売価格が3400円ですね。でもネットで買うと1000円ぐらいで買えます。1000円、1200円ぐらいだったかな。一時期はちょっと注文が殺到しちゃって売り切れになるようなこともあったみたいなんで、結構人気の竿みたいですね。おお、こういう感じですね。一応上にキャップがね、ロッドキャップが、ゴムのキャップがついてます。で、この特徴なんですけど、この振り出し竿なんですよね。こういう風に竿先こんな感じ、竿先こんなちっちゃいんですよね、はい、ステンレスの缶がついてるだけっていう、すごいチャッチーんですけど、でも結構必要十分というか、はい、こんな感じでガイドごと中に収納できるという仕掛けになっております。で、こんな感じでしまうときはね、ガイドがちょっとこう畳んであるんで、これを起こさないと使うときにはちょっと不便という感じですね。でもあんまりこれを曲げたり伸ばしたりしてると、まあ金属疲労で、まあ、折れるっていうことが容易に想像されるので、まあ、こうやってね伸ばした状態で保管してもらうのがいいんじゃないかなと思います。伸ばしても 1m ぐらいなんで、まあそんなに邪魔にはならない竿かなと思います。じゃあこういう感じですね、はい、こちらが 110M ですね。先がちょっとケミホタルついちゃってますけど、先は黄色いんですね、 110M の方ね。で、こんなにブルブルしちゃうぐらい竿先柔らかいです、 110M は。444と、こっちは硬いですね、こっちはね。整備するんだったらどっちも、まあ、ありですね、はい、で、この感じからするとやっぱりとってもちっちゃいやつ、 150g とか 200g とかの伊勢海老を釣るんだったらこっちの方が多分当たりが出やすいかと思います。で、まあ基本あんまりそういうちっちゃいの相手にしないよっていうことで、まあ、300g 以上のやつ、そういうのをターゲットに考えてるんだったら、まあ少しでも硬い方がね引き抜きやすいんで、こっちの H110H の方が適しているかなと思います。で、こんな感じですね、こんな感じですね。ちょっと自分のリールと仕掛けがついちゃってますけど、は 110M ですね。
こっち側が110の H、 カラーリングもね青と赤で、まあ、1本ずつ持っといて、で、場所によってねそこの多分形状なんだと思うんですけど、その伊勢エビが入ってる穴っていうか、そういうとこが小さい穴が、あのテトラのね際とかにあるところは、まあ、小さいエビがいるのが分かってるんで、そういうとこはこっちで入れてもらって、でここは大物が出るぞっていうところはこっちで入れてもらえば一番いいんじゃないでしょうか。ということで、玉光テトラ110Hの紹介動画でした。ありがとうございます。